はい、これからですね、ストリップの作り方をお話しさせていきます。ストリップってセクシーなやつじゃなくてですね、こちらを追加をします。で、どういうものかっていうと、ここにストリップですね、あります。で、どういうものかっていうと、こうやって、ずらしたりもこうやったりもできるんですけど、で、幅も狭めたりとかですね。まあ、黒だけじゃなくて、いろんなものがあります。ストリップ背景を変更でいろんなものが選べます。まあ、こういうものとかですね。まあ、何でも OK です。で、複数選べますので、またもう一個作りたいんであれば追加。で、ストリップ。で、いろんなのがあります。こういうふうにですね。いろんなのが。こういうものとかね。こういう感じで出てきたりとかですね。はい。で、幅も変えれたりとか。とか、まあ、さっきのところで、まあ、ここで、背景を変更して単色で、まあ黒かなんかにしといて、ここに文字入れていくとかね、そういうこともできますので、ぜひ試してみてください。以上です。ありがとうございました。